札幌にはすごいやありがとうが溢れている。札幌には金メダリストが溢れている。いい人いい街毎日金メダル。今回の毎日金メダリストは焙煎士で夫のキッシーに金メダルを贈りたいと思います。幼稚園で働いていた時に夫がコーヒー屋さんをやりたいと聞いて、私も一緒に将来やりたいっていうふうに思って、そこからお菓子を作る道に進みました。実際にお店を作ってお菓子作りとかご飯とか作ったり、お客さんと関わる中で今がすごく楽しいので、日々引っ張っていてくれてる夫に金メダルをあげたいなと思いました。いつもありがとう。もともと札幌出身だったので、コーヒーを開きたいという前からあったんですけど、住みやすくて自分の居心地がいいのが札幌だったので、札幌でやろうと思いました。コーヒーが年々種類が増えたりとか、難しく表現されることが増えてくる中で、ちょっとずつその敷居が高くなっているので、その敷居を一回取っ払って、その甘いものとただコーヒー飲みたいとか、本読みながらコーヒー飲みたいとか、いろんな形で楽しんでもらえればいいなと思ったので、形コーヒーという名前にしました。夫婦なので、思ったことも結構言いやすいので、ストレスあんまりなくできるところですかね。これからも面白い美味しいお菓子の開発頑張ってください。皆さんも毎日金メダリスト見つけてみませんか？